前田和和は、日本の政治家。自由民主党所属の元衆議院議員。元北海道正木郡正木町長。北海道正木郡正木町生まれ。上磯町立浜分小学校。上磯町立浜分中学校。北海道函館中部高等学校。北海道大学工学部卒業。1990年、伊藤忠商事に入社し3年間勤務する。 1993年に北海道庁に入庁し、10年間勤務した。2003年11月の第43回衆議院議員総選挙に北海道パックから無所属で出馬したが、自由民主党の佐藤健次、前田のいずれも民主党公認の金田誠一に敗れた。2004年、正木町長が任期途中で急成。これに伴って4月に行われた。 町長選挙に無所属で出馬し、無投票により初当選。2008年に再選。2012年の町長選には出馬せず、2期8年で退任。合わせて自民党の北海道第8選挙区支部長に就任。同年12月の第46回衆議院議員総選挙に自民党公認で北海道パックから出馬し、 民主党の大阪政治や日本未来の党の北で未将らを破って初当選した。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙に自民党公認で北海道パックから出馬し、小選挙区で落選したものの比例復活で再選。2017年10月の第48回衆議院議員総選挙に北海道パックから出馬し、 小選挙区で無所属で出馬した大阪政治に敗れ、比例復活もならず落選した。ありがとうございます。